ラベリーは無料で利用できるソーシャルネットワーキングサービス。ベータ版が2007年5月から開始された。編み物、かぎ針編み、宝石、織物など種類に富んだ織物工芸についての情報が統合されたツールが利用できる。アカウントを作成すると作品のアイデアや企画、糸や繊維などの情報を提供されている様々なツールを使用して共有することができる。 2007年5月、ジェシカ・ホーブスとキャシー夫妻の織物工芸のアーティストがインターネット上で活動できる場所を作りたいという思いつきからラベリーは設立された。サイトの目的は以下のように説明されている。ラベリーはニット編み、鍵編み、デザイナー、紡ぎ手、そして染め手が彼らの編み糸を追跡し、編みパターンの情報を得るツールがあり、他の作品を見て、 きらめきやアイディアを得る場所である。ソーシャルネットワーキングサイトとして、ユーザーが作品についての語り合えるのに加え、アーティストのビジネス活動も推進しており、創作した水や糸の販売が可能である。小売りや個人販売、あるいは大きな営業形態のどちらでも宣伝が可能である。また、このサイトは市場調査にも利用できる。ティム・ブレイはラベリーについて、 ルビーとレ i ルズ技術で開発されたサイる、ル、成功例の一つであると記している。アンエグザンプルオブザマイノートブックページ、ラベリーは、ウールの荒野を旅するための代表的な、張り使いを案内するインターネットツールとなった。各作品の情報はタブで管理されており、タブ、コタブ、詳細を変更することでカスタマイズを可能とする。これらの機能は、 ユーザーのコミュニティの声を反映したものである。ラベリーには進行中や完了した企画以外にも、ケイトの登録やこれから作成したいもの、図書館などの個人用ツールが用意されている。これらの各個人が登録した企画から膨大な編み物情報が生み出される。この膨大な情報の中から、号数や編み図、ケイトの名前などでの詳細な検索が可能となっている。 作品の写真はフリッカーやフォートバックとパカサなどのアカウントと統合できるため直接サイトに反映することができる。ブログやフェイスブックなどの SNS とも統合可能であり友人同士で励まし合いながら作品を作れるよう配慮されている。ラベリーには3つのショップがありこれらはこのウェブサイトを運営するために必要なものとなっている。ラベリーミニマートはロゴ入りの T シャツ バッグ、ステッカーなどの小物を扱う。マーケットプレイスはバナー広告と折物工芸品を取り扱う。オリズショップは PDF 形式のオリズを販売している。ほとんどの収益は作品の作り手へ還元され、その割合は98.7%である。公式ウェブサイト、ありがとうございます。